敗は経験やから勝っててもしろみたいな言われるけど、はい、それって個人の時の話、事業で失敗したくなくない？はい、どうもエドワードです。じゃあ今日はね、絶対儲かる穴場ビジネスを紹介しようかな。絶対ですか？絶対とは言い切らへん。ここに米マークで保証しませんって書いておいて。だからみんなね、次何が流行るとか、何が流行るってブームに乗っかろうとする人が多い。でかなり敏感になってるよね。ただね、そういうのってね、もう気づいた時には遅い。そもそも周り見渡してて、うわあれ流行ってんなって思った時点で、そっからスタートして半年後にやっと自分が事業それをオープンできるってなったら、そのブーム去ってるかもしれない、うん。もう気づいた時には遅いの、基本的に。でしかもそっから気づいて、さらにそっから様子見でやる。なんか流行ってそうやけど、お前いけんのかなとか、うん、様子見るやん、うん、もうその時点でブームは下火になってってるし、でやばいってブーム去っちゃうって言って焦って飛び乗ってジェットコースター、そんな経験ありませんか？痛いほどあります。挙句の後に次は乗り遅れて失敗するなら先に乗ってしまおうって言って、意味もわからないような、流行るかもわからないようなビジネスに先乗りして、うん、もううんともすんとも言わないみたいな経験ありませんか？痛いほどあるよね。私もあります。散々失敗してきました。もうね、そんなんせんとこうって思ってるのに、やっぱどっかまた期待してね、乗っかってるんですよね。まあそれでも諦めない人っていうのがやっぱ成功するのかもしれないけど、うん、でも大概の人は諦めてしまうよね。資金にも限りはあるし、うん、で最近流行ってたっていうと、ちょっと前で言えば、まあ、パンケーキが流行って、その後タピオカが流行って、はい、でめっちゃバズって社会現象みたいになって、でみんなタピオカタピオカって騒いでて、でしかも生産が追いつかへんくなって、タイヤのゴムをタピオカ代わりに売ってる中国の業者さんもおったり。知ってる？知らない。胃袋の中ゴムだらけやってる。やば。タイヤの消化されないです。消化されずに出ていくね、またけど、それが飲みすぎて食べすぎて、なんか胃の中溜まって手術しなあかんとかいうこととかも起きて、頭おかしいぐらいバズってたから、あるニュースとかでは選挙のインタビューを女子高生にした時に、選挙なんてどうでもいい、タピオカさえあればみたいなでタピオカがなかったら死ぬとか、なんかやばかったけど、まあ勝ち逃げ、タピオカで勝ち逃げした人っていうのは本当に最初の人たちだけで、俺の知り合いでもおってんけど、何人か、あタピオカ流行ってるし乗っかろうとか言って、うん、で材料の仕入れが困難になってる時期に乗っかって、で材料は高値使い、仕入れも困難やし、めっちゃ高騰してて値段が、うんうん、でめっちゃ高い時に買って、流行ってるしインスタ映えにしないとあかんっていうので、内装めっちゃこだわって路面で作って、うん、ピンクとかいろいろ装飾して、はい、でスタッフも大量に雇って、はい、でよっしゃスタートやって、その人は行動早かったから3ヶ月ぐらいでスタートできてんけど、でスタートってしたけど、最初はやっぱりバズってるからちょこちょこちょこってくんねんけど、うん、2ヶ月後、シーンカーカーもうで、めっちゃ一等賃出してたから家賃払えへんくなって、うん、でも人たちもそんなすぐには解雇できへんし、で人件費と家賃でランニングコスト圧迫されて、で結局閉める時には大枠、で借金だけ残って、その人は今の堅実なビジネスやってあるけど、うん、でその後タピオカブームがすごかったから、みんな次のブーム何って、うん、気になりますね、気になってたと思う。俺も探した、うん、でバナナジュースなのか、うん、レモンスカッシュなのか言われてましたね。で中にはなんか飲むケーキとか、うん、プリンとか出てきて、はい、なんかタピオカが流行ったから飲み物でまた来るみたいな、ちょっと浅はかな考えみんなしてたけど、うん、バナナジュースに乗っかった人もいれば、レモンに乗っかった人もいれば、うん、で結局分散しちゃって、結局そこまでバズらんかった全部、まあ、中途半端に利益出てるし、やめるにやめられみたいなんでぼちぼちやるっていうのが今でも多分続いてると思う。でそんな中、裏で無人業態ブームが来てたり、みんな気づかないところ水面下で、うん、で気づいた時には無人餃子販売めっちゃそこら中にあったり、餃子めっちゃできてるやんみたいなんで、またそこみんな飛びつく、うん、でももう餃子屋さんいっぱいあるし、近くに作ったって流行らんかもしれへん、ありすぎて、
って言って次なんか無人系の他の業態やりやすい。だバナナジュースとかと同じ現象な、うん、で、まあ、ホルモン専門店とかお肉専門店とか冷凍弁当専門店とか次美容のセルフ何でも無人でやればいいみたいな状態になってまたそれもね伸びきらず今ちょっと下火になってきてると。だからブームの流行る前にそのブームをつかむっていうのはかなり難しい、うん、だから例えば10個やって1個当たればいいんじゃないぐらいのレベル、そのブーム系って。だから一つの業態に1000万かけるとする投資で、はい、1000万かけてで10個やるから1億かかるやろ。1億かけて1個当たったとして 10% や当たる確率 10% で当たったとしてもブームは長く続かない場合もあるし、もしかしたら定着するかもしれない、はい、でも大体3年ぐらいブームって長くて5年、定着したらずっと続くかもしれへんけど、そんなのは本当に一部。だから1000万投資して毎月100万円の利益やってるものやとしてした場合、その1業態に対して回収って1年かかってしまう、うん、初期費用回収で2年目から黒字でも、その前に9個の事業失敗してたら9000万回収しなかった。そうですね。で1個バズったとしても結局全部の分回収しようと思ったら10年かかるんよ、うん、11年目からやっとプラスになる。そんなにブーム持つ？いやー考えにくいですね。そうだからバズブームをつかむのって相当な資金力体力いるし年月もかかる。だから一個人がやるのはちょっと難しいんじゃないかなって、うん、企業レベルで取り組む、はい、10年ぐらい20年ぐらいの長いスパンで見れる企業が取り組むもんかなと。だからおすすめなのはズバリバズることを考えるよりも、うん、すでに定着しているビジネスで差別化をすることで悩んねんって感じやけど、事業において、まあ、大きく成功するよりも失敗しないこと、うん、まあ、資本が限られてる個人とか、起業したての人に関しては失敗しないことを選ばなあかん。よくさ失敗は経験やから勝ってでもしろみたいな言われるけど、はい、それって個人の時の話、事業で失敗したくなくない？失敗した時のことを肯定化するためにそう言ってるだけで、うん、本当は失敗したくないやん。そうですね。失敗するならスモールの失敗で、ビジネスではそれを経験を得て大きく成功する。でも失敗をしないビジネスって何か、これって日常に定着してるもん、今すでにね、はい、そこら辺ですでに安定して需要が生まれてるもんで、初めて起業する人とかで事業を選ぶポイントっていうのは、まあ、食べ物とか女性にまつわるもんがいいと思う。なんでかっていうと繰り返すから。食べ物って食べたらうんち出てるやん食べ物は食べたらうんち出てるし、また食べたくなる、繰り返す、まあ、サブスク継続的なビジネスで、女性に絡むものっていうと、女性ってやっぱお金をよく使う立場にいることが多い、うん、だから、まあ、女性の心をつかむでリピート性が高いもので、ちょっと中毒性があるものっていうのが選ぶ時のポイントでいいかもしれない。でパッと思いつくのって何やろ。食べ物、サプリ。サプリ、あ、常習的に飲むね。はい、けど必要ではない、補うもんやし。フルーツとか。フルーツ、クレープ、甘いもんはめっちゃリピートする、中毒性があるから。はい、食べ物とか、お酒とか、うん、でまあ、居酒屋とかイメージするから。はい、居酒屋で女性だったら美容。美容ですね。美容室、髪は伸びるし切らないとあかんし、どっかでネイルもそうですね。ネイルもそう、ネイルサロンもそう、うん、伸びるし、そういうリピート性の高いものを、で、すでに市場に根付いてるものを事業にするのがベスト。で、さらにその中で求人の難易度とか集客のしやすさとかリピーターの頻度っていうのを考えて、そこにプラスでオリジナリティを加える。で、例えば飲食で麺屋さんやりたい、麺ってやっぱコスパいいし麺屋さんやるよって時に、まあ、健康を意識したやつにしよう、うん、今健康ブームやし、はい、で担々麺がいいなやった時に麺をそばにするとかで、低GI でありながら代謝アップもできるしタンパク質も補充できるっていうのをで打ち出すとかな。でそれ専門店にしちゃう、でちょっと尖らせてみるとかね。で美容やったら、日本一高いサロンにしちゃってお客さんを減らして、で限定して貸し切り空間でプレミアムのサービスにするとか、うん、全部使ってるものはブランドの食器とか使ってるとか、で予約なしの他で言うと予約なしの飛び込み型のサブスクモデルとかの激安サロンとかな、はい、そうやってちょっと尖らす、うん、でも需要がある尖らし方じゃないとあかんっていうところもポイント。
たまにあの需要が全くないような尖らし方する人がいて、はい、なんかエクササイズと飲食をコラボしましたとか、はい、なんかそれ誰も求めてないよみたいな、なんか動きながら食べましょうみたいな、だからそれ求めたい求めたいっていうのはやめた方がいい。ああ、需要がありながらそこに特化する、ちょっとだけ、うん、で十分。例えばうちで言うと、某うちのサロンで言うと完全定額制の時短モデルにしてたり、はい、で明らかに変化のなかった業界に対して今大きな変化を加えたから革命を起こしてると思ってるんやけど、はい、まあ、そういったことをしていったらずっとあったけど何も変わってなかった業態って多分世の中にまだまだいっぱいあると思う。そうですね。で、まあ、こんな感じで既存のサービスにオリジナルで何か変化を加えるだけで頭一つ抜きんでる、うん、ちょっと飛び抜けることがある。だから今 YouTube で人気のリラクルの竹野内さんとかもマッサージ業界で低価格なサービスをバチンと打ち出したことによって、まあ、周りからも批判はあったと思うけど最初、はい、接骨院とかマッサージ業界から、はい、リラクゼーション業界からあったと思うけど、まあ、そんな感じよね。すでに需要のあるところで挑戦するから失敗するリスクが少ないよね。だから今自分の身近なサービスで、まあ、ここがこうやったらもっといいのになって思うのがあったら自分でそれを作ればいい。今近くの普段利用してるサービスでもいい。もうちょっとこうなったらいいのにっていうのを自分で作っちゃえばいい。それが差別化になるし、そこにプラス自分の過去の経験を織り交ぜるサービスにしちゃってもいいし、それであなただけのオリジナリティにもなるし、まあ、そんな感じで選んでいけばいいかなと。だから作れる、自分で今聞いたやつをそのまま真似したらあかんよ。自分で考えてや。はい、自分で考えましょう、はい、でいいなっていうのを思いついたらここのコメント欄にシェアしてもらったらいいです。それをパクります。でもアウトプット大事やから、うん、そうですね。こんなんどうかなっていうのとかあったらどんどんコメント欄に書いてもらって、はい、もしなんか面白いなったらそれちょっと取り上げて、はい、YouTube で喋ろうかなと思います。ではそのついでにね、チャンネル登録と高評価ボタン押しておいてください。今日は以上です。エドゥー。